おー、19秒きたやった。はい、どうも皆さんこんにちは、ピョキングです。スーパーマリオメーカー2がね、アップデートされて、ハックンタイムアタックっていうのがね、今あるんだよね。ハックンタイムアタックってね、なんだろうって思ったら、これをすることによって服とかね、いろいろもらえるらしいんだよね。ガボンとスノーサンボをうまくかわしながら雪原を駆け抜けよう。スノーサンボは踏むと雪玉になります。小さい雪玉は持って投げることもできますよ。何回もチャレンジして最速のルートを探してみてくださいね。みんなのタイムってあるけど、これみんながだいたいどのくらいでクリアしてるって20秒ぐらいか。みんな早いな。20秒ぐらいでクリアしてる人が多いってことね、今の感じじゃ。それじゃあ早速遊んでみよう。雪玉コロコロ、まずは練習。そうだね、まず練習したいよね。どんな感じなのか。で、あ、なるほど、あのガボンをね、避けながら行くのか。よし、オッケー。まあ、一回当たってもいいから、これ踏めるのか。これノンストップで行きたいよね。ノンストップで行くまでちょっとこれやり込んでみるか。まずこいつの頭は踏めるんでしょう。オッケー。で、なるほど、滑って倒すこともできると。そしてこのまんま下に行くと、うん、普通にまだステージがあって、でかいなこのカボン。カボンじゃねえ、ガボンか。でこのまま走っていこうか。そしてこのまま滑っていく。でゴールか。これをね、ノンストップでいこう。ぜひノンストップでいきましょう。みんな20秒ってめっちゃ早くない？とりあえず39秒でクリアしたけど、なんかもらえる？うん、ダメだ。もう一度遊んでみよう。ゴーストと一緒に遊ぶことができるようになりました。そっか、ゴーストも一緒出てくれるんだ。あ、待って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 、ははちょっと待っていきなり？てかそんな感じで出るんだ。よし、俺は一番に行ってやるぜ。よし、オッケー。あー、ちょっと待って、ははは絶対負けで、一回でもつまずいたらね、俺もうやめるわ。あ、待って、ははははは、そこつまずいたわ。よし、ここはまずジャンプして、そして雪玉を持って、でこうでしょ。でここ滑って、滑る。あー、ここは上に行く方がいいのかな。あー、ダメだ、結構つまずくな。これ上から行ったら遅いのかな。ちょっと上から行ってみる。これ上から行ったらどんな感じなんだろう。上から行ったら速そうだぞ。なんかどうにかして上からを最速で行こう。上からの最速を狙おう。目指せ20秒台。よし、いいね、これはいいんじゃないんかな。結構いいぞ。よし、 OK。 あー、待って、失敗した。よし、 OK。 そしてこのまま、あー惜しい、あと1回くるってする予定だったんだけど。絶対に俺はここの最速を目指す。あ、よし、それじゃあ懲りずにやっていきましょう。で、ここも踏む。で次はガボンを踏むでしょ。 OK。 次はこのガボンを踏む。 OK、 いいね。次は雪だるまを踏んで、あー、ここ惜しいな。絶対踏めたと思ったんだけど、あの雪だるまの顔のね、鼻に刺さってる人参みたいなやつに刺さるんだよね、マリオが。それがね、マリオにとってはきつい。惜しい、いいね。待って、大丈夫、マリオ大丈夫。 OK、 よし。そしてここでもう一回、よし、 OK。 でここでジャンプいけるか。よし、 OK。 これはね、ノンストップじゃない、今の。それでも 20.214 か。世界ランキング見てみたいな。もうちょっと早い人がいるぞ。 39000E だって。これできついな。まあまあ20秒いければ上等だと思うんだけど、これどうやってもうちょっと早くするんだろう。ノンストップでいけて20点ちょいだったもんね。もうちょっと速くするの結構難しくない？ OK。 あんま変わんねえな。ここで滑ったら速いみたいな。滑る場所が大事だぞ。てか見えねえんだけどマジで見えねえんだけどもうこのね、ゴーストたちがマジで邪魔なんだけど。そっか、滑らなくても
坂道を走れば速くなるんだ。オッケーオッケー、そういうことね。なるほど、だから坂道はなるべく通った方がいいってことか。あははこれはダメか、ここは滑らないけんのか。いいね、さっきよりちょっとね光が見えてきた、光が見えてきた。よし、いいね。そしてここは滑る、いいね。そしてここはガバンを踏む、いいね。そしてちょっと見えないんだけどマジで見えねえんだけど。いや絶対俺は10秒台を取るまで諦めないからね、絶対に。みんな待っててね、絶対10秒台俺は取るから。よし、オッケー、よし、いいね。そしてこのまま踏んで、よし。そしてこのまま走れ、で滑って、ハッハッハ、くっそー、惜しい。もうちょっとだったんだけどな。でももうそろそろいけそうな気がする。また鼻の人参みたいなやつに当たってマリオは死んだよ。クロイドね、途中からね抜かれるんだよな、ちょっとした差が生まれるんだよな。どこら辺でちょっとした差が生まれてんだろう。ほら今もうちょっとした差が出てんじゃん。よし、オッケー、いいね。そしてこのままジャンプして、よし、このまんま行く、ジャンプ、あー20.19。そっかー、滑った方がいいか、あの雪山は。あー、ここ難しいよね。え、みんなどうやって行ってんの。最後の雪だるまが難しいんだけど、どうやって行ってんだろうみんな。待って、練習するか。こうしてこのまま走ってでいいのかな。あー、なるほど、走ればいいのか。一番最後の雪だるまのあれのね攻略法が分かったわ。俺絶対10秒台行くまでやめねえから、このゲームをね。多分次でいけると思うんだけど。よし、そしてこのまんま雪踏んで、よし、オッケー、このまま走ればいいのか。そしてジャンプ、うそ、え、マジか、あと 0.009 秒、10秒台きつ。いや早くはなってんだけど10秒台きついな。もうちょっと早くいけるってか、マジでこれより早くいける。あとちょっと早くいきたいんだけど、あとちょっとでいいんだよね。滑った方が早いのかな、滑った方が遅いのかな、どっちなんだろう。あんまりね変わらないような気がするんだよね、滑るのと滑らないのって。どうやったら一番早いだろう、ここは。おー、19秒きたやった、最後滑ればよかったのか。これでね俺も10秒台の仲間入り。さて結果は9251位か。まあいいでしょう、10秒台にやっと入れました、よかった。お、ハックンの帽子を手に入れました。え、待って、そんだけ。あ、回数を重ねればいっぱいなんかもらえるのこれ。でもハックンの帽子めっちゃ可愛いよね。いや俺さ何回もさしてるからよくない、もう20個ぐらいくれて。もう10秒台出したやつはもう20個くれるでよくない、もう。はい、それじゃあねタイムアタックだけで終わってもよかったんだけど、それじゃちょっと物足りないなと思って、このね人気ランキング1位のコースをやっていきたいと思います。でこのコースなんだけど、今までなかったんだよねこの新米勇者の訓練場って。とりあえず早速遊んでいこうか。なんかこのコースはねクイズっぽいんだよね。まあクリア率もね 44% あるからさらっといけると思います。それじゃあ始めていこう。おう、待って待って、俺リンクになるんだけど、これマスターソードでしょ。いけ、きたおお、攻撃できる、やばこれ。え、お、待って待って、こんなんあるの初めて知ったんだけど。え、かわいい、やば、なんこれ楽しいやべえこれ。え、待って待って、これ夢見る島より楽しいかもしんない。あ、待って、これ見て、やべえやべえやべえこれやばい、楽しすぎるこれ本当に。シャキーン、よし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 、これ以外になんもないの。しかも音もさ、テレレレレレレレって鳴ってる。これ自分に食らう、もしかして。
あ、待って、あ、待って、あ、あ、俺上から上に行けんくなった。行け、走って行けるはずだ。ダメだか。まあいいや、これ倒せるんでしょう。うら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 これ超楽しいんだけど。で、ボキャーン、いいねこれ、マジでめっちゃいい。これこんな楽しいゲームあんだ。オッケー、あ、待って待って、あ、待って、よし、もう一回リンクになろう。べし、いいね。下バイって何これ。あー、こんなんあんの、やば。え、なんこれ、見た今、下バイでほら、ペガサスの靴履いたみたいなになってる。やば、これ。そしてこれをブロック変えるか。やばい、このゲーム楽しすぎる、マジで楽しすぎる。新しいなこのスキン、マジで。オッケー、音楽もめっちゃいい。こっちが爆弾で左が剣ってことかな。とりあえず左に入ってみる。左行く。そしてこれは倒せるのかな。あ、ダメだダメなのか。え、じゃあどうすればいいんだ。もしかして爆弾とか、爆弾であいつ倒せるのかな。ダメか。え、じゃあどうすればいいの。もしかして無理やり行く的な感じ。これでいけるか。あ、ダメだ。よし、このまま無理やり行こう。あ、ダメだ、そらそっか、死んだんだけど。これ44%で剣取って右に行こう。爆弾行こう、爆弾。爆弾の部屋はまあ単純に爆弾を投げていけばいいだけだと思うんだけど。待って、爆弾で自分もやられるんだ。よし、そしてここも爆弾。そして、あ、そしてここも爆弾でいいのか、時間差があるから。で、で、ここも爆弾投げる。あ、待って待って待って、爆弾投げよう。オッケー。そして次はどうだろう。どうすればいい。あ、そっか、爆弾こうやって投げてこうか。いけ、オッケー。そしたら何があるんだろう。クリアかなこれ。うわー、この音楽妖精だったっけ。妖精の時の音楽だ。え、鍵ねえんだけど、マジかよ。弓とかある。これ弓でしょ、これ、これ弓のマークでしょ。とりあえずさっきの剣のをね、リベンジしよう。これ、あ、これ剣じゃなくて盾かな。あ、 R した、指が出るぞ。初めて知った。おりゃ、あ、下ボタンを押したら、あー、なるほど、おりゃよし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 、ジャンプ、オッケー、いいね。で、よし、跳ね返せ。待って、このスキン最強じゃね。めっちゃ楽しいんだけど。これも跳ね返せるの、いけ。そして俺は爆、見たってか今、ジャンプして飛車したらこんなんするんだけど、まるでスマブラ。オッケー。そして、あら、ここもなんもないぞ。あ、もしかして3回行ったらあのハテナから鍵が出るのかな。多分そうだと思う。それじゃあこの弓でここをクリアしていこう。この、え、なんこれ、これ P でこうか。よし、 OK。 そしてこのまま、え、これ倒せるの、ダメか。あ、 P があるか。 P で倒す。そしてこのまま行こう。あ、ちょっと10コイン取っておく、ちょっと取っておこうか。よし、いいね、いいね楽しいこれ。で、この上を狙ったら、あ、ダメか。あ、待って、これジャンプして上する感じ。こっからこうか。いい気持ちいいなこれ。そして鍵が出てくる、出てくるのか本当に。お、
し来た。そしてこの鍵は入ってクリアかな。上に入る。お、まだある。いいね、まだ楽しめるぞ。いやー、これもう最強やん。これもう俺敵なしなんだけど、こんなんかぶったら。そしてドアに入ろう。めっちゃかっけんだけど、このお来た、クッパ、俺はお前を倒してやるぜ。爆弾で倒すのか、それとも、もしかしてこんな感じ。あ、え、待って、無敵なんだけど、この盾ほらめっちゃ強いんだけど、盾が。あのピーで倒せるのかな。オッケー。あれ、鍵は、あー、出てきた出てきた。そしてゴールか、やった。あ、待って待って、こんなに楽しかったから、せめてピーを、あ、待って、いけない、ピーを、あらこうか、よし、ピーを踏んでジャンプ、息アップ。このステージ本当にめちゃくちゃ楽しい。あの、今までで一番楽しかったかもしれん。ちょっといいぐらい楽しいわ。はい、それじゃあね、今日はこの辺で終わりますって言いたいところだけど、ちょっとこれかぶろっか。いいね、なかなかいいね。ちょっと服も変えようか。じゃあ多分これ多いだろうね、みんなかぶってる人。ちょっと服装を合わせるか、それなりに合わせていこう。上の帽子と合った感じでいきたいけど。はい、それじゃあね、帽子も手に入れたし、ちょっとね、服装を変えてみました。そしてあの2回目にねやったコース、あのリンクになれるやつ、ほんとめちゃくちゃ楽しいから、みんなね、ぜひやってください。今だったら人気ランキング1位のところにすぐあるから。それじゃあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。それじゃあまたね。